比嘉の義行は、日本の政治家。2003年から2010年まで旧栃木市長を、務めた。栃木県議会議員。栃木市議会議員。栃木県栃木市民川町に生まれる。1971年に、栃木市立み川中学校入学。1977年に、足利学園高等学校を卒業。日本大学短期大学部に進学。卒業後は、 栃木青年会議所会員となる。知人の紹介で渡辺道夫衆議院議員と知り合い、渡辺氏から進められた全国自民党青年局青年部研修会に参加し政治を学ぶ。1987年4月の栃木市議会議員選挙で28歳の若さで初当選し、1999年まで市議会議員を3期務める。 1999年4月11日の栃木県議会議員選挙では栃木市選挙区から立候補して40歳で初当選2003年まで県議会議員を3期務めた県議会では自民党会派に所属した2003年4月27日の栃木市長選挙では無所属で立候補し全市議のことより正雄を破り44歳で初当選した 2007年4月22日の市長選挙で再選。2007年9月には、元自衛官の浜口和久を市の人気付き職員に任命している。当初、比嘉野は浜口を副市長に任命する意向であったが、市議会に浜口の副市長就任に反対する動きがあった。そのため、副市長に任命することを断念し9月1日付で人気付き職員として任命した。これには、 議会から強引などとの反発が出た。浜口は2008年3月に任期を終了し退職した。2010年3月29日に栃木市が下津賀郡太平町、藤岡町、津賀町と新設合併し、現在の栃木市が発足したことに伴い市長を失職した。なお、合併前の最後の市議会定例会では、市の太平山陸における 活性化整備事業計画に基づく、首都地開発公社による、工場跡地購入が問題となる。2010年4月25日に、新市発足に伴う、市長選挙と市議会議員選挙が実施され、市長選挙は、日ガ野と合併前の太平町長の鈴木俊美との一騎打ちとなったが、日ガ野は鈴木に約1万4000秒差をつけられ敗れた。 死津が総合病院の移転問題が選挙の大きな争点となり、日賀野は公明党の推薦のほか、多数の業界団体の推薦を受け組織型の選挙戦を展開した。しかし、鈴木の地元の旧太平洋町で、投票数の1割程度しか得票できなかった上に、自身の地元の旧栃木市では鈴木が反日候の票を手堅くまとめたため落選をする結果となった。なお、 2007年の九州の市長選で、ヒガノの対立候補であった元県議会議長の大島和夫は、この選挙では、鈴木の選対本部長を務めていた。2014年4月20日の市長選挙には立候補せず、かつて九州の市長選でヒガノと争った、ことよりマサオを支援したが、ことよりは現職の鈴木に敗れ落選した。2015年4月12日の、 栃木県議会議員選挙では栃木市選挙区で自民党公認で当選した。2019年4月7日の県議選で同選挙区で参戦。2009年6月に旧栃木市の土地開発公社がレストランや野菜直売所などを整備する目的で工場跡地約1.9ヘクタールを約2億で購入したが購入の経緯や価格について 九市の市議会の平成22年3月定例会で問題となり、調査特別委員会の設置を求める動義が提出される。しかし、この時は、動義は賛成9人、反対10人で否決された。その後、新市発足に伴う市長選、市議選を経て、市議会の平成22年6月定例会において、再び百条委員会の設置を求める動義が提出される。 今度は全会一致で可決された。跡地購入当時の市長であった日賀野は2011年3月31日に百条委員会に出席して証言した。この工場跡地については土壌が汚染されている可能性があったが土地の鑑定評価をした不動産鑑定士は土地開発公社から汚染のないことを前提に土地を鑑定評価するよう求められたことを百条委員会で 証言している。また、百条委員会が別の不動産鑑定士に土地の鑑定評価を依頼したところ、汚染のないことを前提としても9300万円の評価であることが判明しており、さらに2011年6月には、工場跡地の一部から環境基準を超える鉛などや土地の地下水から環境基準を超えるトリクロロエチレンが検出された。 ことを土地開発公社が公表している。2011年3月2日には市民161人が、雛野良工場跡地購入の関係者に対して、跡地購入費用の弁済や計画策定費用の返還を求める住民監査請求を行ったが、同年5月には、 市の関西委員が請求の一部を認めしに対して、計画策定費用計98万7千円を関係職員に返還させることを勧告をしている。後地購入費用の弁済の請求については、認められなかったため住民訴訟となり、2011年7月20日に、宇都宮地方裁判所で第一回口頭弁論が行われた。 原告側は、跡地購入費用と適正価格との差額1億800万円を、日害のら当時の関係者に請求することを、鈴木敏美市長に求めており、被告側は争う意向を明らかにしている。なお、2011年6月20日に百条委員会が決定した報告書では、工場跡地購入当時の副市長の廃任罪での刑事責任追及、 日ガ野良当時の関係者に対しての損害賠償請求などを鈴木市長に求めている。また、2012年1月31日には土地開発公社が元副市長と土地の売り主業者に損害賠償を求めて宇都宮地方裁判所に提訴している。2015年1月27日、住民訴訟の原告団が記者会見し、 工場跡地の調税事務を担当した職員二人が100万円ずつ市に寄付することで被告側と和解し同月9日付で訴訟を取り下げたことを発表した。市税の滞納で差し押さえられていた工場跡地を職員が担保を取らずに差し押さえを解除したためにその売買代金を確保できなかったとされる訴訟の取り下げは職員側からの申し出で 裁判で明らかにされた問題に真摯に市が対応することを条件に原告側は申し出を重諾した。市も訴訟の取り下げに同意し、鈴木市長は、徴税事務に不適切な処理があったことに対する遺憾の意図再発防止を表明している。2015年9月17日、土地開発公社が元副市長と土地の売り主業者に損害賠償を求めた訴訟で、 宇都宮地方裁判所は土地開発公社の請求を棄却した。同月29日、土地開発公社は判決を不服として東京高等裁判所に控訴した。2017年3月29日、東京高等裁判所は地裁判決を変更し土地開発公社の請求を認める判決を言い渡した。同年4月12日、元副市長と土地の売り主業者は 判決を不服として最高裁判所に上告した。2018年3月16日、最高裁判所は元副市長と土地の売り主業者の上告を帰却した。ありがとうございます。